はい、カバーチェブクロカッパ園長です。じゃあ今度はね、ここから2本ほど、すごいぞ日本的なお話ですかね。この間は何でしたっけ、なんか1個見ましたよね。あ、電車か、今度トラックです。トラック、うん、トラック好きですか。トラック好き嫌いあんまないかもしれないですけど、まあなんかね、どうやら海外でね、世界中で早くこっちにも売ってくれよと、なんかそんな騒ぎになってるトラックがあるそうなんですが、これ見る人が見たらわかりますかね。日本のトラックメーカー、日野のトラックがなんか話題になってるそうです。改めて。これまあ動画もあるみたいなんで、もし興味ある人はね、見てみてください。日本語の動画もあるのかな。なんかオートサロン2019みたいな、東京オートサロンで日野トラックプロフィアっていう、そういうモデルが話題になってるらしいんですよね、どうやらね。うん、まあ日野は日本で最大シェアを持つトラックメーカー大手で、日野が作るトラックプロフィアを見た海外の人たちの反応っていうことらしいんですよね。うん、で、まあちょっと国籍はあんま分かんないな。まずインドネシアにはこのトラックが必要だ。で次の人、日野は最高、インドネシアより。インドネシアの人が多いのかな。で次の人、運転席が反対側にあるから変な感じだな、それはそれとして美しいトラックだ。で次、素晴らしくかつ完璧だ、まだアメリカにはないけど値段はいくらくらいなんだろうか、いいトラックだ。で次の人が、フソーのトラック早いとこブラジル来ないかな。でそれに対して、フソーはダイムラーグループでメルセデスと直接競合してしまうから難しいと思う。でも日野はトヨタグループでクオリティもしっかりしてるからいいぞ。で次、このブランドよく知ってる、トップクラスだよ、日本がダメな車作ったの見たことあるか。で次、日野のトラックは美しい。次の人も、すごく美しいな、こっちだとスペアパーツ出回ってるけどこれもいい品質だ。で次、日野プロフィオの2020年モデルはいいな。で次、このモデル美しいよな、運転もすごくいいよ。で次、シンプルに美しくて迫力がある。で次、日野と扶桑が好きだ。次の人、460馬力なの。で次、すごく綺麗だ、タイに来るのはいつだろうかとか、グリルがスカニア、これスウェーデンのトラックメーカーらしいんですけどに似てるね、それはそれとして日本のトラックは好きだ。で次、馬力はいくらなんだろう。で次、インドネシアに、はよ。インドネシアの人多いな。インドネシアの人トラック大好きなのかな。で次、本当にいいトラックだな、日野は5トンしか乗ったことないけど本当に素晴らしかった。で次の人も、素晴らしいマシンだ、ここキューバでは果物の配送に使ってる、乗りやすいし馬力あるし路上でも素晴らしい。で次、これはクールだな、日野ジャパンに栄光あれ。で効率的で素晴らしいトラックだ、いいトラックだな、インドのケーララ州にようこそ。インドでも走ってるってこと。で次、素晴らしいトラックだね、それに超近代的な技術が使われている、でもキャビンがもう少し広かったらもっと長距離ドライブするのに快適になったんじゃないかな、デザインと快適性が素晴らしいよね。で次、いずれ日本のトラックはヨーロッパのトラック凌駕すると思う。でそれに対して、アイルランドにも日野あるけどあんまり乗られてないな、キャビンが狭すぎるのかもしれない。で次、いいトラックだね、それに美しいよ。で次、エンジンの情報がないけど排気量や馬力はどんなもんなのかな。で次、5年後にこのトラックがインドネシアに大量に輸出されるのを見ることになるだろう。で次、夢のような車だとか、ブラジルでは売ってないぞとか、日野だったら700から800かな、これなんだろう、馬力の話言ってるのかな。で次、いいね、日野はトヨタグループだし。でなぜモロッコでは日本のトラック見つからないのかな、セミトレーラータイプの話だけど。で次、ボルボとスカニアに勝つまでの長い道のりの最中だな。でそれに対して、アジアだと日野は有名だぞ。で次、フラットフロアになってないからこっちだと受け入れられないだろうな、日本製だからいい出来だろうし頑丈なんだろうけど内部スペースはヨーロッパのトラックの方が優れてるっぽい。で次、日野は路上の王だぞで次、いいね、このトラック気に入ったよ、日野ってトヨタグループだったのか、マジで。でそれに対して、この会社はアジアの中型大型ディーゼルトラックのリーディングカンパニー、日野自動車は日経225の構成銘柄にも入っている、トヨタ自動車の子会社でトヨタグループの主要16社のうちの1社でもある。で次の人が、クールなトラックだね、サスペンションがヨーロッパのトラックと似てないけど日野のトラックは好きだよ、今は日野の700に毎日乗ってる。で日野がスカニアに挑もうとしてるな、しかしいいトラックだ。次が、最近マンチェスターで日野のトラック見かけた、エクアドルより日野は最高だ。
で残念なことにインドネシアの日野自動車は日本のほど良くはないんだよな。ああそうなんだ。日野のトラックすごく古くてもいいトラックだ。ですごくいいトラックだな。日野の製品大好きだ、インドネシアの日野ファンよりあインドネシアに工場があるのかな、この言い方だと。で、これは素晴らしい車だ、日野のトラックやバスはバングラデシュの状況にぴったりだ。この新しい日野のトラックはすぐにバングラデシュの市場に来るだろうな。この頑丈な性能は経済発展中のこの国でいい役割を果たしてくれると思う。まあ、どうやらこの日本のね、この日野自動車、アジア圏でも特に人気があって、タイ、インドネシアの大型中型トラックではトップシェアを持ってるらしいですね。で、あとオーストラリアでもシェアを伸ばしてるみたいです。うん、なるほど。昔ね、なんていうのかな、足場屋じゃないな。まあ、土建屋さんのね、お友達にこう聞いた話だったんですけど、いすゞよりも富装よりも日野がやっぱり一番いいみたいなことを、まあ個人的なね、その解釈もいろいろあると思いますけど、まあ一応なんかそういうね、建築業とかなんかそういうのに携わってる人曰くだそうです。そんなこと言ってた、なんとなくそんな覚えてるんですけどね。うん、まあ日野は陸上の王だぞみたいな、あ路上の王だぞみたいなね、こんなの聞くとまあ確かに悪い気はしませんけどね。うん、だからほら、ね、日野市の近くにお住まいの人、実際に日野市に住んでる人もいると思いますし、うん、普通に日本国民として応援したくなりますよね。うん、あとなんか室内、キャビンの話してる人いましたけど、ね、あの欧米の人、なんだろう、平均的に日本人よりでかいじゃないですか。体の大きさが違うから、まあ、日本人の感覚では無駄としか思えないような広大な室内スペースが欧米の人たちにとってはまあ必須なのかもしれないんで、その辺がやっぱちょっと評価が変わってくるかもしれないですよね。だからまあ欧米に輸出、そうだからアジア人には受け入れられるんで、だからよくオーストラリアでシェア伸ばしてますよね。なんかそういうなんでの別バージョンみたいな、欧米の人たち、しかもこうねタッパーあるだけじゃなくてそもそもガタイがでかい人いっぱいいるじゃないですか。うん、だからそういう人用にそういう人でもこう快適に使えるような仕様を用意すればいいのかなと思いますけど、まあ、なかなか難しいのかな、どうなんだろう、うん、確かやっぱりそうですよね。あとなんかこの話の中にも出てきましたけど、日本のトラック会社の中ではまあまあおそらく日野が一番でしょうね。まあただ欧州のその例えばメルセデスとか、まああとスカニアとかでしたっけ、巨大なやつですよね、特大型、のジャンルではなかなか厳しいんじゃないですかね。やっぱりこのなんていうのかな、室内っていうかコクピット周りのこの快適性がなかなかこうね、違いますよね。なんかあのヨーロッパのって確か高さ制限ギリギリまで使ってる、そういうサイズでしたっけ。まあキャビンが高いところにあると、あそのすぐ下、うん、がやっぱ見えなくなるし、その道路事情なんかも関係してきますよね。日本の道路だとなかなかね回しづらいんじゃないですかね。まあ例えば高速道路オンリーとかそういうんだったら高いキャビンの方が遠くまで見渡せてね運転しやすいだろうけど、そんなのはなかなかほとんどないだろうしね。うん、でちなみにこのスカニアっていうトラックなんですけど、まあトラック乗りだったらダントツでスカニアって答える、なんかそういう国地域もあるらしいですね。日本だとどうなんですかね。まあ乗り心地が滑らかで内装がかっこいいらしいです。でパワーがあると、ハイパワーで、しかもなんかトラック界のフェラーリとか呼ばれるらしいですね、このトラックね。だまあ値段が張ると。うん、でちなみに、これは日本の場合かな、なんかドライバー募集ね、でこうこれをこのスカニア乗せて、広告出すと結構人問い合わせとか集まるらしいですよ。本当かなこれ。うん、ただこの東京モーターショーのトラックのブース、ちょっとかっこよかったりしません？うん。もう最近のはちょっと行ってないからよくわかんないですけど。うん。なんかこの大型トラックのこの運転席のね、俺の城感が半端ないですよね。なんか両手でこう、なんかこうシフトレバー3本操作するアメリカントラック。ここは多分 YouTube にも動画とかにもあると思うんですけどね。なんかすごかったですよね。ああいう巨大なトラックってもうほとんど重機ですよね。重機とは同じようななんかこう、ちょっと異世界感があって、なんか旗で見てる分にはすげえ面白いですよね。うん。はい、ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。